落ちが全くないんですよね。素晴らしい、マジ空中コンボマジ難しかったからね。 KSS が黒ビートなんか当たり前で出ないとかありましたからね。処理落ちがなくなったんで、処理落ち専用のディレイをかけたりとか必要なくなったんで、かなり最初の戦やってあげてもいいですよって感じです。おー、カフィバックドキュ準々あ、準決勝第2試合、ワンピー側メロメディ先鋒、残るチームメンバーはキーショファースト、フェルサジャム、対象生アスリーチーム、ヤガナシップ、トロソル、ヤクセブアクセル、ケブラエディチームはヘドラさんのエディが先鋒で出てきております。さあ、一人で挟む形に、さあ、これは今までのテクニックの応用ですね。応用っていうか一緒ですね。エディがエディを倒してエディ最強だなというとなかなか難しい。さあ、え、今見ましたか、若干ちょっとジョジョっぽいポーズで分身を呼び出すのがこの新しいじゃない、昔の召喚ですね。はい、ディニアス、空中押し、ここの空中押しは速い。そして回る、伸びる、回る。さあ、ここはエディなんとかしたい。相手がエディなのでなんとかしたいが、後出し早い展開、足で追い込んでいく。少し取り、ここで繋いで自分の方に持ってきたいが、エディが前入り。さあ、取れた、上に逃げる選択を、おー出ました。これがビヨルビヨル、顔が顔真っ赤でしたが、さあ、さすがね。さあ、かなり熱い展開でしたが、最後はしっかり止めていったメロンエディが勝利。さあ、出ているのはヨアナシップ。さあ、そして緑色のカラーでこのステージということは、迷彩をかけたらどうなるんでしょうか。走るが、さあ、スラッシュからのプレイヤー、スラッシュマンのプレイヤーね、大丈夫ですか。 AC しかやってない人はどうなんですか。伸びるは空中で不動なのかな。さあ、立ち合いからやはり落とさない、エディが難しいんですね。さあ、コッパン、いいのを仕掛ける。なんかこの手裏剣がね、当たるとポコッと相手落ちるみたいになってたんで、すごい悪い、知らない、面白いな。さあ、例えがちょっと意味不明なテレフォンですが、今高橋名人全然関係ない、関係ないじゃんっていうところですが、ボタンないでしょ。連携できないよ。あー、どう止める。クッシが出ない、ジャンケンで抑え込む。はい、スロドリブ、ノービル、マロク、確かにコパン。さあ、この感じで超ドリブ、超ドリブが2段目から上段だったかな、変わったでしたね、確か前まで2段まであれだったんだよね、確か。奥攻め、表ガードして飛んで逃げる。さあ、後ろからガンマブレイ。さあ、停電。さあ、ちょっと減速してしまったが、なんとか触る。どうする、手裏剣になると消す。あー、気まずい。アルファ、アイムシ、ディフェイ、そしてフリーディア、ガンガンマブレイ。さあ、マネピー、なんかしようと思ったらいきなりね、おーっと、確かにこの確かに強いですね、このマネクの間をうまくかわしつつ、ピュッと出てきて、いい感じなんです。ガンガンマブレイ、ピーテー、ピーカー、あ、バンドソリアジャンディ落として、あの言動がね、バリズム的
ことで。そうそう。バカめ、繋げようとしたら投げられる。さあ、危ない。飛ぼう。飛んだらどうなるか。現場用がある。要は空中が不能ということで完全に高になっているんじゃないかなっていうところで、まあ今日投げで終わるよねってことですね。さあ続きまして、ロケテガチ勢テレサジャム、シャベタ、あー、これ痛いですね。さあ、チップは前作まではかなりジャムが厳しいという噂でしたが、今回 FB ホットがリターンはありませんので、そこら辺どうなるかというところですね。サフワン、無理やり昇竜拳。さあ、今回はジャムは波動プラス D で、あれさ、各種コマンドプラス D で強化技が出せるようになりました。すごいですね。そしてフルネップは今まであくれば死んでいましたが、とりあえず切り返しに使えるようですね。あー、これはどっち、バカめという、あの、コパンと刻んでもよかったんじゃないか。さあ、ガードしてモチーフ前 B からの R の V、 ジャニックニエスから拾って、こちらしかない。さあ、ラストが出てしまった、ペインかな。さあ、コンボ上げる。そしてこれ超速い中段、そしてその中段をガードされても、特殊龍神で暴れを潰します。ひどいぜつひどいぜつさあ、先ほど大合成のトロッサル、さあ、リボルバー、まずはワンダウンになって攻めていくか。立ち系耐久、さあ、バーストを読んでいるのかな。いや、それがスマートに見えますね。というか、激流の攻撃関係が近くなったのか分かんないですけど、なんかよく今回そういう技の光を見ますね。さあ、バスピー耐久見ている。ジャンリー、激輪落として補正切り、ダブルアップですね。さあ、空中出しジャン、はい、前、はい、追加、貼り付けて中段インエス、立ち合い前、はい、ドンから刻んで、刻んで1本選手を出せ、ジャム。さあ、速いですね、草薙。さあ、演出の上を通して、置き攻めはマークやってしまったか。ガーフィーンは出ない。うわ、ここは速い。さあ、燃やして 8K から封鎖しようじゃないですよ。リンガー、マジか。昔言われましたね、ブリンガーと龍神が相殺したら封印すると。まあ、今のはブリンガーではありませんでしたが、そんなようなワンシーンでした。パワーが鳴った。あー、これビヨってしまう前に死んでしまいます。勝ったのはテレサジャム。さあ、開幕キューブ。テレさんは荒らすくせに荒らされたら切れるそうです。怖いですね。ジャミールジン投げて、起き攻めはエンドスから連戦、連戦が速い。さあ、ためてしまった。ああ、そう、待った。さあ、プロスワードのトムサはバースの後ろが、おい、何か勝負したんでしょうか。ためてる。おい、光りながら飛んできたんだけど、ふざけんなよお前。
え、あそこ行き合わせる人いないよね。なんだよ今の。やべえだろ今の。さあ連戦。さあ進んで警官を攻める。あーっとコンボできない。ミスドを取る。前ハイから溜めてガードからガードポイント関係ない。溜めすぎだろ。どんだけ打ちたいんだこれ。逃げろ。これ楽しいよね。離すバカ野郎。せめてガードさせてくれよということで最初ラウンド。ポーンと飛んでいく。投げていく。てかこのゲームなんか液晶を考慮して作られてるから、もしかしたら無駄さ関係とかも出しやすくなったりとかあるんですかね。まあ、そういうのはムックが出てから分かるんでしょうけど、ダストとかも遅くなってるみたいですし、あれなんか言われるな。そうだ、今度アクセルの方にご注目。まだ顔は光ってない。おいおい、さっきの光だから殴ってるやつ。光だから戦ってる。うぜぇ。やったーじゃねえよ。見回したも何も光ってたら殴りに行くだろって話だよ。今、出なかったの誰だっけ。だから6試合か。激しいね、やべえな。それでは決勝戦いきたいと思います。コマチップグロムエディハモセーセルチームとメロンエディキンシャガーストテルサジャムチームです。あ、大丈夫。朝投げキャンセルしてるんじゃなくて、あれでしょ、多分朝投げの硬直がすげえ短いからキャンセルしてるように見えるっていう。光を連れてくると光の選手テレサって何